世界崩壊まであと5分、実況プレイ始めていきたいと思います。5分以内に人生でやり残したことを探すみたいなゲームらしいです。やってこ。オープニングを見る。エンディングが4種。4種プラスで隠し1、5種あるみたいです。私の名前はリオ。魔法学校に通う16歳だよ。そして頭の上にいるのが世界一愛らしいハムスターはウラちゃんだよ。いきなりだけど私は最近憂鬱なのです。いきなりだな。毎日毎日毎日魔法のお勉強でもう頭が疲れちゃった。ああ、学校なんて隕石がぶつかって壊れちゃえばいいのに。緊急速報、緊急速報。あ、コメディーゲームらしいっすね。うん、緊急速報ってことは空の映像が出るはずね。なになに、皆さん5分後に隕石がぶつかって世界を滅びます。空の映像これなん、空の映像これなんだ。悔いのない人生を送ってください。諦めてる。アホ、なんでバラすねん。人類みんな大パニックを起こすやろ。でも5分だったら何もできんじゃん。ご覧の通り隕石が大接近中です。フェイクじゃないですよ、実物ですよ。あはははは、壊れた情報局。あ、嘘でしょ。うわーきゃー。まあね。あーもう終わりなら好きな人にチューしてやる。キスマンなる男。ダイエットなんてやめよう。好きなもの食いまくったら残り5分でしょ。でも5分じゃ何もできんだろ。生きてるうち何でもか願いが叶う神秘の湖探し当てたかった。そうだな。ああもう何をやっても無駄さ。寝よう。寝れんだろ5分じゃ。ああみんながやけになってる。私はどうしよう。セーブだな。じゃあセーブがなくない。まあいっか。いきなりですが私かっこアナウンスです。このゲームにはセーブは存在します。あ、やっぱそうなの。一発勝負で頑張ったら OK。 周回でこの長いオープニングを飛ばしたい場合はタイトル画面のすぐ始めるを選んでね。全然長くなかったよ。さあどうする。え、どうしたのこれは。ああ、なるほど。5分以内に悔いのない人生を送ろう。上画面の気になる部分をタッチしてね。気になる部分、ハムスターとかタッチできない、リオちゃん自身にはタッチできない。じゃあこの魔謎のおじさん、おお、お嬢ちゃん、わしの話を聞いてくれんかの。あ、このおじさん話が長いジジイで有名な人。どうしようかな。いいよ、話聞いてやるよ。どうした。え、どうされましたか。お、話を聞いてくれるのか、嬉しいの。にしてもお嬢さん、えらくべっぴんさんじゃの。ありがとう。わしも若い頃はお嬢さんみたいなべっぴんさんとよく遊んだものよ。リアルタイムで5分流れるらしいですね。というわけでの、わしは持ってじゃあな。ああ、過去の自慢話だった。遊んだかしての。まだ続くの。どうしよう。聞こう。どうした。もう聞かせちゃってください。ふほほ、では続けるとしようかの。わしはある一人の女性と婚約することになった。その女性は気が強くての、それはもう派手に喧嘩したものよ。まさかおじいさんから恋愛話を聞くことになるとはね。まあ残り5分だしね。いろんな話したよな。しかし最後にはわしが勝つんじゃ。わしは強かったから。何の話してんの次は。彼女のギャフンとした顔がたまらんかったわ。ギャフン、結構性格悪いなこのおじさん。で子供が生まれたんじゃが、これがなかなか可愛い子でよ。わしは生まれがなかなかヘビーでの、愛情というものがよくわからんかったのじゃ。この時初めて愛情ってものが分かったかもしれん。そうなんだ。あれ、これ結構いい話。いいわ、よくわからん、よくわからん。泣いてる。ウラはあくびを始めた。泣いてなかったわ。ハムスター豆知識。ハムスターのあくび側ちょっと怖いよ。怖いんだ。どうしよう、もう終わりそうだけど、長話じじいのことだから別の話に変わるかも。最後まで聞く。別のことをする。さあ話を聞こう。もう最後だし、のんびり話を聞くのもいいかもね。いや、最後かどうかお前が決めるの。このおじいさんが決めることだわ。お話聞かせてください、おじいさん。いいじゃろ。それからの他人に全く興味がなかったわしが、他人に興味を持ち出したのは、人と遊ぶことは結構楽しいものだと知ってね。ん、なんか話し方変わった。てなわけで僕のおもちゃである人間が滅んじゃったら、うわー、誰、いろいろつまんないんだよね。あ、え、誰、元魔王です。元魔王。そんなわけでちょっと隕石ぶっ壊してきます。あ、救われた。え、ちょっと待って、いろいろ頭が追いついてな。救われんだこの世界。ついに世界は終わりを迎える。いや、なんか大々的だな。魔王シュンスバゴーン。こうして謎の元魔王によって世界を救われたのであった。幸せ、めでたしめでたし。ハッピーエンドだ。長話エンド。チートモンスター、よかった。チートモンスターと友達になって残り5分で。すぐ始める。すぐ始めるはオープニングスタートを、オープニングストーリーを飛ばして時間制限の場所からゲームを始められます。周回プレイなどでご利用ください。 OK。 オープニングは OK。
始める。あと3つあるんでしょ、エンディングは。あと隠しがあるっていう話だよね。じゃあ次は噴水とかはいじれない。あ、人しか触れないのかな。バナナの木がいっぱい美味しそう。で、いくら世界滅亡といっても勝手に人の畑は荒らしちゃダメだよね。バナナ、バナナ。あー、でもバナナを何回いじってもバナナが食うみたいな話にはなんないのか。なんなさそう、なんなさそう。いやー、30秒無駄にしちまった。じゃあこいつら。で、いくら、あ、そうだよね。お、もうわしの人生終わりか。業者のおじさん、ここは都会行きの馬馬車ね。けどおじさんも隕石事件でもう仕事をする気はなさそう。ああ、最後に片思いの青くんに会いたかったかも。青くん。けど都会までは1時間かかるし間に合わないな。馬車以外で行ける方法なんてないんだ。ああ、これは何か話しかけても同じ。ああ、もうこうなりゃお金とか気にせず好きなもの食べまくってやるわ。なんか高いものください。あ、店へ入った。ああ、もう作る時間ないのでお断りします。いや、そりゃそうだろ。だってこの店の人も残り5分なんだもん。これどこの店でもこんな感じが。そりゃそうだろ。家に何か食べ物あったかな。なんだろ、 あるんかな。ここら辺は触れないで、時計もいじれたりしない。じゃああと触ってないのはバナナ。結局食わねえんだな、こいつぐらい。みんななんでワーワー言ってんだろ。あ、ねえねえ、お姉ちゃん知ってる？この先の木には秘密の道があるんだ。一本だけ木の色が違うとこあるでしょ。実はあの先には女神がいるんだ。ああ、そうなんだ。ここか。内緒だよ。え、行ってみよう。あ、女神いる？ここってもしかして願いが叶う湖？あ、言ってたね。湖の主さんお願いです。隕石を止めてください。いや、ババア。ああ、また来た。ここはそういうとこじゃないわよ。って、隕石が来てる。こうしてはいられない。この世界線からさっさと脱出せにや。脱出待ってよ。ああ、うるさい子だね。これをやるか、どっか行きな。いや、何これ、謎の物体を手に入れた。何これ、ジェットパック。これ何、ジェットパックってやつだよ。通販で買ったけど使い道がなくて捨てるの困ってたんだ。そうなんだ。こんなん通販で買えんだ。じゃあね、じゃあね。ジェットパック、うん、そんだけ。何この話。他、女神様出てこない。別のとこに行こう。女神はもう出てこないのか。じゃあこの湖で私が女神をやろうかな。ジェットパックを手に入れたリオちゃん、その背中のものはもしかして、これ確かジェット、なんだっけ、ジェットパックだよ。これを使えば都会まで一瞬で行けちゃうんだ。何それ、そんな魔法知らないよ。けどこのタイプはエネルギーが必要だね。ん、この先についているのは回し車だね。ハムスターに回してもらってエネルギーを作るぞ。ハムスターの動力ごときで行けんの。どれ、ハムちゃんを入れてあげよう。さあハムちゃん走ってみてくれ。走ってくれないな。多分お腹空いてくれるから走れないのかも。なんだ残念だな、ジェットパックで飛ぶところが見れると思ったのに。確か家にひまわりの種があったと思うんだ。ああ、そうなの。じゃあもうひまわりの種取りに行こう。どこどこどこ、ひまわりの種。あった、よし。あ、ひまわりの種がある。どうしようか。ハムスター持っていく。よし。で、戻る。で、ジェットパック持ってきた。ハムスターのご飯か。ちょっと待って。ゴー、裏太郎。これでどういう状況。ハムスター豆知識。ハムスターは一晩で5から20キロ走れるらしい。すごいな。すごいね。なんとかたどり着けた。このジェットなんとかって一体何なの。そんなことで青くん、確かこの役所で働いてたはず。青くん、浮気してる。あ、アリアさんやめてください。ふふ、いいじゃないの、もう人生終わるんだから何したってね。青くんが恋人がいたの。あ、リオさん助けて、助けて、なんてひどいじゃない。こんな美女に言い寄られて嬉しいんでしょ。この人怖い。青くんは好きだけどこの人とは関わりたくない。けど伝えないまま人生を終えるなんて嫌。この思いだけは届けたい。青くん、私あなたが好きです。リオさん、実は僕も前から君のことが残り1分30秒しかないぞ。あ、はあ、アリア、どういう状況なんだ。ついに世界は、あ、終わったんだ。終わりを迎える。タイタニックみたいなエンディングってこと。さっきからゴゴゴゴゴゴうるさいな。いや、アリア、まさかこの、いや、お前強いんかい。どうなんの、衝撃とかで周り吹っ飛びそうだけど、バカ野郎。しかもちょうどお前んとこに降ってきたんだ。ああ、なんで私の声はいつもうまくいかないの。いいもん、地元戻ったらキープいるんだから。あ、そうなんだ、モテるんだね。うん。あの隕石は。こうして隕石は一人の乙女の怒りでぶっ壊れたのでした。めでたしめでたし。
ああ、ハッピーアイエンド、乙女のバカ力。そっか、こういう時でバカ力が発動するもんだもんね。じゃあここまで戻ってきたんで、もう一個の方のエンディングを撮ろうかな。青くん渡さないって言いたいけど、この人なんか怖いから言いづらいけど、あー変わんねえ。なんでここまで来たら変わんねえのかよ。戻ってきたのに乙女のエンドじゃんこれ。あ、変わんねえんだ。家ん中ちょっと調べてみるかな。あ、魔法の杖、かっこいい。おばあちゃんからもらった杖を見つけた。これ魔力制御は難しいから使いこなせないんだよね。けど何かの役に立つかもしれないから持っていこう。おばあちゃんからもらった杖を手に入れた。お、やった。で他は、いじれる場所は。あー、もうなんだか何もやる気が起きない。いっそも何もせずにゆっくりと眠る。いや、目バキってる。え、なんかしたい。いや、リオ、最後にやり残したことがあるはずよ。探しに行こう。そうね、洗濯物とかはいじれない。あ、じゃあもうあとこんくらいなのか、触れる場所は。え、どうしよう。魔法の杖何に使うのかわかんねえけど、まあいっか。ハムスターにひまわりの種あげよう。食べな。うー、最後に何か食べたいけど、夕方買い物に行くつもりだったから。ウラちゃん以外の食べ物がない。ウラちゃん以外の食べ物がない。はい、ウラちゃん、最後だからたっぷりお食べ。ハムスター豆知識、ひまわりの種はカロリーがえぐい。一日一粒にして。あ、そうなんだ。あー、最後に大好きなバナナを食べたかった。あ、バナナを食べれるのか今から。近所のおばさん、あ、おじさんが育ててるバナナ美味しそう。おじさんはいないみたい。バン、泥棒はダメだよね。ダメダメ。いくらもう後がないからって言ってもこれはダメ。誘惑が強いからここから離れよう。一旦寝よう。じゃあ魔法の杖は何だったの。じゃあ寝る。うん、もう何もかも忘れて寝よう。おやすみウラちゃん。で、もう先に寝てるね。早いね。寝てたんだ。ハムスター豆知識、ハムスターの豆知識めっちゃ教えてくれるこのゲーム。ハムスターは1日12時間から14時間ほど寝てるわ。すごいな。わ、私も寝よう。もうすぐ人生が終わるっていうのにすやすやと寝れんわ。寝れないんだ。うー、確かこういう時は羊を数えたら寝れるんだ。よし、数えよう。今から白い羊と怖い羊がたくさん出てきます。3秒以内に羊の数を数えてね。 OK。 バーサス羊、1234444 1234444。白い羊は何匹。4。羊が5匹、羊が6匹。1234567777。黒い羊は何匹。黒い羊は5匹。ついに世界は終わりを迎える。何も起こんなくない。ハムスターの世界、あれ、ここは天国。わあ、ハムちゃんがいっぱい幸せだな。こうして私はハムちゃんと一緒に幸せな夢を見続けたのでした。現実逃避だ。これはこれで幸せ。いや、でも大体の人はこう なる気するけどな。もしもこういうことが起こったら、あと5分って言われて何ができんだろうってなっちゃうもんね。友達に会いたいとか大切な人に会いたいってなっても5分じゃ会えない可能性もあるしね。全然。じゃあ魔法の杖手に入れてバナナを盗もう。あ、てかバナナ盗んだらもうエンディング4つじゃない。じゃあバナナを食べる。ごめんなさい、最後はバナナを食べてお腹いっぱいに行きたいの。けど高くて届かないよ。え、木を揺する。こうなったらバナナの木を揺すってバナナを落とそう。バナナ豆知識、バナナ豆知識。バナナの木じゃなくて幹らしいよ。あ、そうなんだ。おじさんごめんなさい、バナナをいただきます。いや、最後なら許してくれるだろう、おじさんも。え、現実で木を揺するのは絶対やめましょう。グーアイコンをタッチして隕石が落下する前にバナナを落とす。あ、そういうのなんだ。オッケー、任せて。やった、1個落ちてる。バナナゲッツ。あ、食べてる。おいしい。好きなものを食べるってこんなにも幸せなことだったんだね。もう人生に悔いはない。ポイ捨て絶対ダメ。ついに世界は、え、このバナナの皮で隕石がさ、つるって滑ってとかそういう話なの。よくわかんねえけど、それかバナナの皮で、あ、バナナの皮飛んだ。シャボン玉みたいに言うじゃん。やね、まで飛んだだ。そら、まで飛んだ。ここら辺知らねえや。滑らせて消えた隕石を、こうして一つの惑星が助かったのであった。すごバナナ。バナナは偉大です。本当だ。クーエンド。バナナは隕石も滑らせる。あ、そうなんだ。
え、滑ってどこ行ったの。さあ攻略情報見よう。隠しエンドとは、何全部 見せてくれんの。成功、ミニゲーム成功でエンド1とエンド2があるんだ。食べるエンド、ミニゲームクリアでエンド、裏に任せるはゲームオーバー。あ、そうか、これ選んでなかったな。じゃあここで間違える。ついに世界は終わりを迎える。寝れたのかな。あ、なんだなんだなんだ、ん、ここはどこ。地獄だ。え、かわいい魔界じゃ。は、魔界。え、あなたは誰。わらは魔王マリスじゃ。魔王、嘘、私もしかして死んで地獄に来たの。いやー、なんで地獄なの。私めちゃくちゃいい子だったのに。残念じゃったの。はははは、は、わかる。いやー、夢なら覚めて。何この家。え、あれ私の家。なんだ、夢だったんだ。夢でよかったってよくねー。こうして私の人生は幕を閉じたのでした。めでたしめでたくないわよ。なんだこりゃ。寝るエンド、夢の方が良かった。確か。いや、どっちなんだろう。いや、もうどっちでも。そっか、むずい。これはむずい。攻略情報見よう。食べるエンド、裏に任せるとゲームオーバーになるってことか。まあ長話エンドも取ったか。あと恋愛エンドのこの人怖い。あ、魔法の杖を持ってかなきゃいけねえのか。じゃあ、ウラちゃんに任せる。ウラちゃんお願い。登ってバナナを取ってきて。あ、頑張れ頑張れ。ハムスター豆知識。ハムは登るの上手。でも危ないから登らせないでね。頑張れ。あ、やった。登れたか。やったね、ウラちゃん。よく頑張ったね。あとはバナナを落として。食べてる。自分だけ食べないで。分けてよ。なんだこりゃ。おお、どういうことだ、一体。え、もう5分経った。まだ残り時間。あ、最後にバナナを食べれなかったことだけが後悔です。ゲームオーバー、ゲームオーバーあんだ。どんまい、これ完全クリアには必要なルートだから、よかったらまた遊んでね。完全クリアとかあんだ。完全クリアとかあんだ。攻略情報。で、恋愛ルートだな。恋愛ルートのミニゲーム俺はやってないんだよな。青くんを渡さないがエンディング行って、この人怖いでミニゲーム行くんだ。杖さえ持ってれば。ってことか。あ、オッケーオッケー。杖持っていくんだ。1、2、3、4、5。長話エンド。よし、ひまわりの種、ジェットパック、杖持った状態でこの人怖い。う、アウカン好きだけど、この人とは関わりたくない。けど、伝えもないまま人生終わるなんて嫌。この思いだけは届けたい。え、ミニゲームに。あ、ミニゲームになんねんだけど。あれ、ミニゲームは、この人は渡さないを選ぶのかな。だってあの人怖いで戦いになったりしないもんね。この人は渡さないで杖を使って戦うとか、そういう話なのか。これで無理だったらもう諦めよう。青缶渡さない。この人怖いけど、今おばあちゃん杖があるから、なんか勝てる気は戦うんだ。やっぱりちょっとそこのハレンチ女、ハレンチ女、青くんから離れなさい。わ、もしかして私のこと。そうよ、あなたのことよ。離れないのなら私の魔法が火を吹くわよ。でもこいつ物理最強だよ。恋する乙女がそんなことくらいでビビると思っての。恋する乙女最強だ。やれるものならやってみなさいよ。青くんは私のものよ。いいえ、私のものよ。いや、誰のものでもないだろ今。いや、燃えてる。バーサスアリア。アリアをタッチして火の魔法をお見舞いしよう。オッケー。アリア、え、これ、うわ、めっちゃ近づいてくる。とどめ。いやー、ふふ、邪魔者はいなくなったら怖。二人とも怖いぞ、性格。二人ともサイコパスですね。あ、でもこれ同じルートなのか。ずっと前から好きでした。チューしてください。そんないきなり。あー、心の準備が。あ、そうなの。いや、食われた。ハムスター豆知識。詩吟かっこ制作者のアイハムは、嫌なことがあったらすぐに噛むやそうなんだ。それハムスター豆知識じゃなくない？痛い。ハムスターって噛むイメージあるわ。でもついに世界は終わりを迎える。これ本当に終わりそうじゃん、世界。でも魔法の杖あるから大丈夫か、私。まさか、え、あのグラス割るみたいな感覚ってこと？グラス割るみたいなやつじゃん。あの超高温でグラス割るみたいな、ある周波数に届くとグラス割るみたいなやつ。緊急速報、緊急速報。なんと隕石が快音波で破壊されました。すげえ私。
うちらの惑星は助かったっちゅうわけや。いや、よかったね。なんか知らないけど、リオのでかい叫び声で世界は平和になりました。めでたしめでたし、やったね。アイエンド、世界を救った主人公やった。よかった。どんな形であれ世界を救えたからね。たくさんの人々を救うことができたからね。もうそれでいいわ。じゃあアリアに負けてみよう。おばあちゃんの杖があったって、やっぱこんな物理最強の乙女には勝てないわ。恋する乙女は最強だもの。バーサスアリア、何もしない。この人早い。そんなものなの、大したことないわ。いや、パチンね。合う。リオさんアリアさん、いくらなんでもやりす。いやー、これも回音波かな。これも回音波かな。ハムスターのウラちゃんが一番強いのかよ。いや、回音波同じルートじゃないですか。より強そうだな、なんかこっちの方が。行った。もう、だからネズミって嫌いなのよ。帰る。すごい声だった。みんな大丈夫？あ、大丈夫かお前。ひー、ウラちゃん。ハムスター豆知識。ハムスター耳がめっちゃいい。話しかけるときは小声でね。あ、そうなんだ。緊急速報、緊急速報。なんと隕石が海音波で破壊されました。我々の惑星は助かったので強い。あ、よかったね。いや、一時はどうなるかと思ってんけど。めでたしめでたしやんな。と、父ちゃん。そういうことは画面が映らへんところで言うて。あ、あの青髪の人って青くんのお父さんだったのね。あ、そうなんだ。それよりまさか隕石が壊れたのってアリアさんの叫び声じゃないよね。そんなわけないよ。そうだね、あはは、なんだこれ。こうしてアリアは惑星滅亡を救った影のヒーローになったのであった。アイエンド乙女のデカ声力。まあ乙女最強だから、全ハムスター知識の獲得おめでとうございます。ありがとうございます。カウントダウン中にリオの上にいるウラを押すと、あ、隠しエンドなのかこれが。ちょっと大変だったな。押してみよう。最後は大好きな子と一緒にいたい。ひまわりの種みたいな髪飾りつけてたんだ。ウラちゃん、最後までずっと一緒だよ。いや、今までもずっと大切に育てて愛してくれてありがとう。急にこういう感じで来るんだ。なに、え、お前まさかお前の命犠牲にして世界を救うなんてことしねえよな。嘘だろ。お前と一緒にいることだけが私の願いなのに。いや、悟ったような顔してる。リオちゃんが住む世界は。お前勝てるの？隕石に。羽どうやって生えてきたの？私が。いや、守ってる。守るよ。めっちゃでかかったんだ。あのちっちゃいまま飛んでったのかと思ったら、すげえでかかったんだ、お前。世界崩壊まであと5分。どういうこと？どういうこと？あー、かわいい！ガチのやつじゃん。かわいい。なんだっけ、間違ってたら申し訳ないんですけど。ジャンガリアンハムスターってちっちゃいやつかな、それとも、いや、わかんねえ。いいか、やめよっか。もうこういうのって絶対良くないもんね。ウラちゃんかわいい。アオちゃんもかわいい。ここまでやり込んでくれてありがとう。いや、かわいい。ハムスター超好きなんすよ。小学生の頃家で飼ってた。本日のニューストピックスは、トピックはだった。隕石事件から早1ヶ月。1ヶ月前には世界が終わると言われていたけれど、突然現れた謎の巨大ハムスターによって世界は救われた。すごいな。今はそんな事件はなかったかのように、事件前と変わらない毎日が過ぎて、本当に向こう1年ぐらいは話題になりそうだぞ。ウラちゃん、あの巨大ハムスターってウラちゃんなんだよね。世界も守ってくれたんだね。立派だよ。けどウラちゃんがいない毎日は寂しい。買い溜めてたひまわりの種どうすんのさ。戻ってきたのか。戻ってきた。ウラーって書いてある。ウラちゃん、ウラちゃんだよね。なんで、どうしてここに。だって別に死んだわけじゃないんだもんね。あ、隕石やハムちゃんにぶつかる前に僕がぶっ壊しておきましたが。あ、そうなの。本来だったら死ぬはずだったのか。あんなでかくても質量的にも無理ってことなのか。誰、この世界線では出会ってないんだっけ。いや、そうだね、一番最初に出会ったけど。気にしないで。感動の再会を野獣馬してるただのおっさんだから。
よくわかんないけど今はウラちゃん、ウラちゃん無事でよかった。じゃあ最終的には元魔王が破壊してくれたって話なのか。これからもずっと一緒だよ。こうして切ないエンドになるかと思いきや、いやお約束のように実はハッピーエンドなのでした。めでたしめでたし、ハッピーエンド。ハムスターは世界を救う。ハムスター確かに世界を救うよね。あ、かわいいイラストが。というわけで世界は救われたって書いてあるCM ってなんだろう。資源の他の作品、異世界転生ハムシリーズ、通称異世ハム。どの作品からも遊ん、どの作品から遊んでも楽しめます。異世界転生したらハムスターになってモテましたってやつ一回やったことあるんですけど、あ、佳作部門賞みたいなの取ってるんだ、すご。なんか一回やったことあるんですよね。で面白かった気がしたんで今回もやってみたんですけど、異世界転生したら余命が1日になって焦りました異世界転生してんだずっと。あ、そうか、異世界転生ハムシリーズだもん。異世界転生したら桃太郎を演じてカオスになりました。どういうことなんだよ。というわけで世界救われたんでここまでにしようかな。気になった方はぜひやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。